本当の日本の実体経済が95年はこの数字だったってことなんです。なぜこんなに日本はすごかったのか。皆さんの人生誰かにコントロールされるんじゃなくて、自分で意欲的にやっぱり生きて持って捉えた瞬間にあなたは奴隷じゃなくなります。これ中国の周辺国でこれからいろんな火花が起きますけども、これってみんな日本の石油とか資源の輸入ルートなんですよ。実は戦争するときにすごく重要な情報ですよね。これだけ言っていいですか、あらゆる選挙で3人の中国が一番かかる。1億なきゃできません。意識改革は私たちがやらなきゃダメなんですよ。政治家が意識改革をやったら洗脳だと言われるじゃないですか。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、ワクワク子ども応援隊隊長の川口正人さんにお越しいただいています。川口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ですね、これ実は初の CGS 加賀収録ということで、やっと記念すべき第1回目。第1回目のゲストが川口さんということで、いつも CGS は東京でね、たまに出張して地方で撮ることもありますけれども、基本的に東京の収録場所があって、そこで撮ってたんですけども、私が加賀に去年移住しまして、で加賀のコワーキングスペースにですね、YouTube スタジオを作り、その収録1回目ということで、まだバックとか全然できてないんですけど、川口さんもこの4月から、なんと加賀に移住してくださる、ということになりましてですね、今日はその加賀を中心にですね、このワクワク子ども応援隊っていう取り組みされてるんで、それがまずどういったものなのかっていうことと、今後それをどういう形で進めていきたいかということをちょっと今日聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクワク子ども応援隊、子育ての応援をしたい、子育てにこう行き詰まってるお父さんやお母さんの応援をしたい、そしてこう自分の力を発揮できずにこうくぐもっている子どもたちを応援したいっていう、こう子どもも大人も応援したい応援隊なんですね、でその伝えたいことっていうのは、僕が大事に思っていること、これはダメだあれはダメではなくて、僕が楽しい、僕が心地よいって思ってきた、教育理論って言えば理論なのかもしれませんが、生き方みたいなもの、接し方みたいなものを今まで保育士になって22年いろんな方に伝えてきたんですけども、昨年までは、ワクワク子ども園という園を、神谷さんにも最終日に来ていただきましたけども、1日20名の子どもたちの暮らしを積み上げてまいりましたが、その見学に来られる方々がここには子どもがいるっていう感想を皆さん持っていかれて、でここが新しいっていうような評価をいただいたんですが、僕にとってみれば全然新しくない、これは人として当たり前の暮らしをここでやってるだけなのに、それが新しいって言われるっていうことは世の中がどうなってるのかなって思い出して、でこの大切さをもっと多くの人に伝えたいっていう思いが強くなって、昨年3月に、ワクワク子ども園をいろいろあって閉園をし、その後そのコンセプトを引き継いで2園に分かれて、糸島で引き続きやっていただいてるんですが、僕はこの大切なことを世界中日本中の人たちに伝えて、これが教育、幼児教育、人が生きていく上での一番大切なことなんだよっていうのを日本のスタンダードにしたいと思って、ワクワク子ども応援隊を昨年4月に発足させていただきました。そういうことですね。僕らも初めての出会いは、僕の友人の吉村誠吾さんに教えていただいて、福岡県の糸島にですね、ワクワク子ども応援を見に行ったのがきっかけだったんですけど、先ほどおっしゃった通り、僕も初めて見た時に、あ、子どもが子どもらしいと、僕らも自分の子供のことも知ってますけど、海外によく行くんですよね。で、東南アジアとか行くと、本当に子供たちが、子供っぽくが、キャッキャしてるんですよね、キャッキャ。これね、皆さん行かれた方あったら、なんかちょっと日本の子供と違うよねっていう
感じをね、うん、持ってらっしゃって、なんか日本が先進国だからそういう風に変わっちゃったのかなぐらいの感覚だったんですよ、うん、私は。なるほど。けど別にそういうことじゃなくて、多分大人の関わり方とか周りの環境が子供たちをなんかこう、まあ、どういう表現が難しいんですけど、うんうん、まあ、ちょっとなんていうかな、元気なくというか、うんうん、あの、うん、なんか管理してしまってるのかなと。そうですね、なんか型が見えますよね、うん、そうですよね、はい、うん、まあ、でも確かにね、僕もあの市議会議員やってたので、はい、教育行政の側から見ると、はい、とにかく行政の側は責任をね問われたくないので、うんうん、とにかくリスクは全部切ってって、うんうん、あれも危ない、これも危ないと言ってね、もう学校の校庭でも遊ばせないと。そうです、そうです、木登っちゃいけないっていうんですからね、しちゃう、はい、結局それが小学校だけど、まあ、幼稚園保育園もそういう形に今なっていますよね、はいはい、そうなってくると本当にね、運動神経も落ちるし、落ちます ね, ね、なんかちょっとでもみんなと一緒じゃないと障害って言われちゃったりとか、うん、そうなんです、なんかその子供たちがね、うんうん、僕らのところも変わったやついっぱいいましたけど、別にそれをする僕らも、まあ、ヨガヨならですね、完全に多動性ですから、まあ、完全に多動ですね、間違いないですよね、間違いないです、はい、でも僕らは別にそれで障害だとか言われなかったので、うん、なんか今の環境おかしいなと思ってるところに、うん、あの川口さんの絵を見せていただいて、はいはい、あ、こんなのを加賀でやりたいと思っていましたところですね、あ、たまたまね、そういうあの糸島の方を一回ね分割されて、はい、そのポジションが空いたのでと、はい、いうことで、3ヶ月2ヶ月か、はいはい、あの昨年、はい、あの来ていただいて9月10月と、はいはい、お世話になりました。ただなんと加賀を気に入っていただいて、はいはい、あのこの4月から加賀でやっていただけると、はいいうことで、はい、なんか決め手ってあったんですか。まずはここの大聖寺の町が気に入ったっていうことと、はい、やっぱり子供が好きで、うん、2ヶ月間一緒に暮らした子供、はい、宗志くん、はい、あ、部長息子のことですね、うん、はい、をやっぱりワクワクは最後まで見ることできなかったのもあるし、はい、でまあ、手強い子供が大好きなんで、はいはい、手強い宗志くんが、どんな風に力を発揮していくのかなっていうのをずっと一緒に味わいたいっていう気持ちが強くなって、はい、うんうん、どっちみちワクワクを締めるときに子供たちに、うん、在園の子供たちに、マッサンどこ行くとって聞かれたから、はい、マッサンはみんなのこの素敵な暮らしをね、日本中世界中の人たちに伝えに行ってくるけんねって、うん、はい、約束もしましたんで、はい、その第一のとっかかりとして、うん、ここに呼んでいただき、はい、2ヶ月一緒に暮らしていくと、うん、もう帰るの嫌になるそれで加賀さんがこっちに来てもらえることになったということでね、はい、まあでも確かにあの僕もあのお誘いしたこともあって、はい、というのはやっぱり今、ね、九州にいらっしゃるじゃないですか。そうですね、まあ、九州である意味日本の端っこなので、うん、一回一回東京にも大阪にも名古屋にも、ね、都市部に遠いと、まあ、福岡が近いですけど、はい、うん、ただ時に加賀だったら東京も大阪も名古屋も飛行機と電車1本で2時間もあればですね、行けるんですよね、全部に行けるっていう、はい、そういう血のりがあるのと、うん、あとはね、僕は全国から人をここに集めてきているので、そうなんです、はい、そういう人たちとの交流もできるということも、まあ、一つの、ね、うん、あのポイントだったかなというふうに思うんですけど、はい、これから川口さんがそのあの、まあ、僕ら子育て世代ですね、はい、に伝えたいメッセージとか、うん、そういうのってどういうことなのか、ちょっと簡単に、はい、すごく短く言うと、はい、すごく難しいんですけど、うん、でもたった一言で言えば、生きてりゃいい、はい、それを大切にしてほしい、うん、うん、欲望はいっぱいあります、はい、ああなってほしい、こうなってほしいっていう思いはたくさんあるでしょう、うん、親として、うん、教育者として、はい、こうなってほしいっていう思いはたくさんあるかもしれないけど、でも生きてなければ何にもできない、はい、つまりその子がその子であっていいっていうことを皆さんにお伝えしていきたいな、そんな暮らしをここで積み上げていきたいなと思ってます。ぜひ、はいね、はい、まあ、皆さんこう加賀に来ていただくのもありがたいんですけど、でもやっぱりなかなかね、石川県っていうのは遠いですから、はい、まあ、この4月から出張で大阪と東京と名古屋で、はいはい、あの月1ぐらいで、はい、あのセミナーと体験を、はいはい、セットで、セットで1日セットでやらせていただきます、行かれるということで、はい、はい、それどういう流れなんですか、1日、まあ、朝集合、はい、親子で集合していただいて、
まあ、どういうロケーションになるか分かりませんけども、お腹が空くまで、はい、お弁当を持ってお腹が空くまでうろうろといろんなものを発見しに探検をしてって、うん、はい、でお腹が減ったらご飯を食べるっていう感じですが、その探検してる間に子育てにこう踏ん詰まってるお父さんやお母さんたちの声かけであったりとか、手の握り方であったりとか、目の位置であったりとか、子供を見る時の立ち位置であったりとか、そこに全部要素が詰まっているので、それを無意識にやっていることを僕がちょっとつっついて意識していただいたらコロッと変わるので、はいはい、もう百聞は一見にしかずなんで、うん、まあ、2ヶ月間加賀にいるテクテクに来ていただいた方々が、はい、やっぱりみんな目から鱗って言われて変えられる、うんうん、はい、でそれを多くの人たちに伝えていきたい、はい、うん、とっても難しいことではない、はい、本当に簡単なことなんだけど、簡単だからこそ気づけないでいるっていうところをちょっと押さえさせていただこうと思ってます。はい、細かく言うとキリがないんですけど、あ、 う、 す、まあ、うちの妻にもね、いろいろ教えていただいてると、はい、で僕は、まあ、あんまりテクテクの方行けないんで、はい、妻から教えてもらって、うん、川口さんがこう言っとったよと、うん、関わりはダメらしいですよと、うん、まあ、ダメとは言わないですけど、こういうふうにしてあげたらいいらしいよというふうに、うん、まあ、妻から教えてもらっているんです、うん、ありがとう、はい、さん、ので僕もですね、いろいろ、はい、まあ、初めてなので分かんないですよね。そうですね、うん、はい、だから、まあ、そういった方たくさんいらっしゃって、うん、まあ、加賀に本当に来られた方がそう喜んでくださってるんで、はい、まあ、それをね、加賀に来なければ体験できないっていうのもちょっとかわいそうっていうか、ね、もし機会がもったいないもったいない、でさっきも言いました言いましたように、加賀から行きやすいんで、どこも、はい、はい、いう形でやっていきますの で、 そうです、ね、で午前中、話の途中ですみません、うん、はい、午前中はそういうことをやって、はい、ご飯を食べながら、まあ、一日のまとめみたいなものを、うん、まあ、一人一人午前中やって、ご飯食べながら全体の話をさせていただこう、そうですね、はい、今日一日の振り返りをして、はい、でその後、ちょっとしっかりと聞いてほしい話なので、お子さんと、もしご夫婦でお見えになるなら、どちらか、はい、お一方残っていただいて、うん、1時間から1時間半、はい、12回のテーマに分けて、はい、お話を用意しているので、うん、そのことをしっかりとお伝えするっていうふうな、はい、流れで1日を構成しております。はい、はい、まあ、そちらの方はですね、私の周りの女性の方とか、はい、子育て中の方、はい、まあ、こういうのは女性がやっぱり作ってもらった方がいいと思っていて、そうですね、はいはい、企画して、はい、川口さんと作ってもらっていますので、はい、まあ、この動画の説明欄に、はい、こちらの、ね、川口さんの名前って決まったんですか？なんかいろいろな、なんか名前を作る、なんか、うん、マサラボで一応風の名称は出してるんですけど、マサトのラボでマサラボね、マサラボ、マサト教育研究所、略してマサラボ、マサラボ、はい、というような感じで、はいはい、案内を作ってもらっていると思うので、はい、まあ、気になる方はそっちも見ていただいて、はい、まあ、ぜひね、川口さんにもっといろいろ聞きたいよという方は、はい、ここ加賀に来ていただけましたら、はい、ぜひ、はい、たまに僕もおりますので、はいはい、ぜひ聞いていただきたいと思います、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本が出ますと。本が出ます。はい。はい、参政党の、はい、ボードメンバー5人で作った本が発売されると、はい。どういうことを方向性として考えているのかっていうのを皆さんに知ってもらわないといけないと思っていて、まあ、まずその政策をこれから党員の方々がまとめていっていただくんですけど、うん、その土台となる部分の議論がまあ全部載っていると。うん。